領上にあるカーボベルデ領の島。バルラベント諸島を構成する島の一つである。なお、猿は、潮全般を意味するポルトガル語である。カーボベルデにおける、猿島の位置。猿島の前頭地図。猿島の北部の海岸。火山岩の一種の玄武岩でできている。猿島に存在する、河口湖。なお、塩水湖である。 猿島は南北に長い島で、全長約 30km。幅は最大の部分でも 12km 程度である。火山島として誕生した島だが、すでに火山活動は完全に終わっている島であり、侵食が進んでいる。このため、島の北部に存在する猿島における最高峰のグランデッサンですら、その山頂の標高は約 405m 程度である。 なお、島内には、標高約92メートルのネグラ山など、他にもいくつか山が存在している。また、海岸部には、岩だらけの場所もあるものの、砂浜も見られ、海水浴も可能である。島の中央部には大規模なアミルカル、カブラル国際空港が存在しており、カーボベルデの玄関口となっているほか、ヨーロッパと南米を結ぶ、航空機の給油地として、 重要な地位を占めている。猿島は1年のうち平均して約350日が晴天である。年間降水量も200ミリメートルを少し超える程度であり、降雨は8月と9月に集中している。逆に3月から6月くらいまでの間は1年のうちでも特に乾燥する。ところで猿島が属するバルラベント諸島のバーロベントとは 風上を意味するポルトガル語である。猿島付近では、風は主に北東から吹いてくる。つまり、海で隔てられているとはいえ、サハラ砂漠の方向から乾燥した風が吹いてくるので、ある。また、バルラベント諸島の南に存在する、ソタベント諸島のソターベントとは、風下を意味するポルトガル語である。そして、猿島から見ると、ソタベント諸島の島々は、 南西の方向に集中している。すなわち、それぞれの地名が意味する通り、風上のバルラベント諸島に属する猿島での卓越風は、風下のソタベント諸島へと吹いてゆくのである。この風上と風下の関係が、これらの諸島の名称の由来となっている。1460年12月3日に、ヨーロッパ人によって、島は発見され、 食塩が生産されるまでは、リャナと呼ばれていた。猿島は、地質学的には、カーボベルデで最も古い島で、5億年前の火山の噴火で姿を現した。ありがとうございます。